1本目終わってみんなが先に履けるの待って、最後1人でお客さん前行ってプチ漫談してうん、じゃあそこに西野くんが、あれ武井さんなんかやってるっていつも絡んできてくれて、でなんかちょっと最後いろんな話して笑い話して最後いいこと言って帰るみたいな、またいいこと言ったみたいな、なんかそういう、はい、かなんかあのいい話して最後すごい劇的に落とすとか、それ言わんでええねんみたいな、そのどっちかを楽しんで、はい、西野くんに遊んでもらってたんですけど、そう芸人さんと喋るのが基本好きだから、うん、だからそうやってツッコミの芸人さんがいると本当にそうやって遊んでボケてみたいな、うん、おもろいおもろいなってこうなってくれたらいいなと思ってやってました。だからもう全然ファンサービスとかっていうことだけでやってたわけじゃなくて、本当俺がみんなと喋るの楽しくてやってたんで、まあ楽しんでいただけてたようで嬉しいです。